天下に美食はあり、美食こそ万世不変の人の喜びなり。天命を受けたる者、もってこれを食すべし。あっけに取られる芝生らを前に、しばしはそう熱弁した。ならばその美食とはどのようなものなのか、迂闊にも問い返した芝生にさらなる熱弁が浴びせられる。各地で得られる幻の食材、それらを探し集め調理の費用を施す。それにより、まだ誰も味わったことのない美食ができるという。探し集める、その言葉に芝生の顔が曇る。続けて下された命は案の定のものであった。幸い時勢は平穏そのもの、ならばこれも座興と楽しむべきか。かくして芝生、当該、大元気、果汁が食材の探索に赴く。戦の真実を見抜く、それが私の役目。食材を探し集めるなんてめんどくせって芝生殿なら言うと思いましたが、結局付き合うところに兄弟愛を感じます。逃げられなかっただけなんて、そんなバカな。大元気殿、ため息ついてばかりですね。お気持ちはお察ししますが。天命を受けたら美食が必要なんですね。納得できるような、できないような。しばし様の目指す究極の食、一体どんな味がするんでしょうね。俺方向音痴で運もなくて、慣れない土地だと遭難しそうなんだ。そうなんだ。まあそうなんなら仕方ないな。しばし様は三国一天下なき講師だろ。なんで食のこととなると我を忘れるんだ。ああ、よっぽど好きってことだろ。それ以外に説明がつかんよ。多勢力の将の目撃情報が寄せられています。くれぐれもご注意ください。俺、しばし様に憧れてます。天下なのに、うちに秘める情熱があって。今回は幻の食材を集めるんですよね。そんなことにまで全力でかっこいいです。しばし様は人が変わったみたいですね。普段の冷静沈着なお姿はどこへ。もしかして今って平和なんですかね。こんなことしてる余裕があるなんて。しかしいいな、究極の食。俺も匂いくらい嗅がせてもらえないかな。俺見ちゃったんです、芝生殿が果汁殿に詰め寄られているの。恐る恐る近づいて内容を聞いてみたら。好きな食べ物は何だでした。それを聞き出してどうする気なのか不思議に思いましたが、今日合点がいきました。好物で釣ってやる気を出させる気だったと。でも芝生殿、好き嫌いないみたいですね。結局付き合うところに兄弟愛を感じます。逃げられなかっただけなんて、そんなバカな。見ろよ、兄上の目。ああいう時は何を言っても無駄だ。腹くくって付き合うしかないぜ。しばし殿をこうも駆り立てる職か。そんなものが市場にもあれば。くっ、それで釣れば簡単だからな。
しばし殿は天下をつかむ方、そのお考えなど自分にはとてもわからぬ。ならば自分はただ従い任を全うする。それが重要な務めでありましょう。職においても思考を極める、それが天命を受けた者には必要だ。各地の食材を集めよ。それがお前たちの使命だ。はあ、こういう時は止められない。わかりました。では行ってきます。幻の食材は6種類。それらのありかはこの近辺に分散している。お前たちの使命は全ての食材の獲得だ。速やかに確保した後、本陣に帰還せよ。落とすことはできぬ。
る大地の恵み、ぬしらにも分け与えん。よっ、元気、お前強いよ。さすが堂々たる戦い。この小麦は俺たちが先に見つけたんだ。一つもだってくれてやるものか。この場は諦めるしかなさそうだ。みんな撤収せよ。よし、大体の食材は手に入ったな。あとは幻の肉か。私の火が、私
私の究極の食が。大人げないですよ、兄上。独り占めなんかしないで、みんなで食べればいいじゃないですか。いかにも。それに食材の場所は自分の地図に記録済みです。必要とあらばいつでもまた採取してまいりましょう。はあ、資源殿にもお仕置きが必要だなんて。くっくっ。では早速調理させましょう。これが究極の肉まん。虎に取られたぞ。おのれ逃がさん。なあ。本当に兄上は運が悪い。あ